今回ご紹介するのはオキュラスクエスト2ザ・ウィザーズ、男性の魔術師を意味するようです。どうしても思い出してしまうのが昔発売された 3D ダンジョン RPG であるウィザードリーですね。迷宮というか洞窟の中をあちこち行きながら下っていく、コマンドで戦うなどドラゴンクエストやファイナルファンタジーに影響を与えた作品でしたよね。今回のザ・ウィザーズも少し関係があるのかな。このゲームで注目するところは実際に手のジェスチャーで魔法を出現させ攻撃するところです。改めましてこんにちは、カエル VR です。このチャンネルではファミコン世代のおじさんがオキュラスクエストなどのバーチャルリアリティ体験を実況を交えながらご紹介していきます。ゲームを立ち上げると言語の選択、聞き手の選択、立った姿勢か座った姿勢かの選択、視点の高さ、安全上の注意が案内され、チュートリアルが始まります。音声は英語ですが、日本語字幕対応になっています。ただ一行が左右に長いので、ちょっと見にくいですかね。扉を開けると歩行移動の選択があり、スムーズとワープ両方使えるミックスモードかワープだけの選択がありました。今回はミックスモードでやっていきます。VR 用意しない方はこちらがおすすめですね。左スティックでスムーズな移動、右スティックを上に傾けるとワープのテレポート移動になります。左スティックを奥に押せば、ダッシュで早く移動することができます。これがワープ移動ですね。右スティックを左右に倒せば方向を変えることができます。広い場所でできる場合は、自分自身が体を回して方向を変えた方が VR 用意しにくく臨場感が増すかと思います。道がなくて目の前に魔法陣があるときは、ワープのテレポートで移動していきます。少し古いゲームでアップデートされていないので、グラフィックは物足りなさを感じるかもしれません。ちなみにこの動画公開後の数日後に続編となるザ・ウィザーズ・ダークタイムスがリリースされる予定になっていて、ジェスチャーできる魔法やグラフィックが進化し、より楽しめるアイデアが詰め込まれているようです。ただリリース開始時は日本語化対応していないようなので、対応されるまではこのザ・ウィザーズで慣れておくのも良いかと思います。ここでいよいよ魔法が登場。画面のようにトリガーボタンを押しながら右手をクイッと右回りに早く回すと、なんとファイアーボールの火の玉が登場。 VR ヘッドセットをクリスタルの印に合わせ火の玉を投げて攻撃することができます。このようにタッチコントローラーを持ちながらひねったり横に動かしたり交差したり上下に回したりと、実際にジェスチャーをして魔法をかけるように直感的に攻撃する方法はすごく斬新です。普通のテレビゲームだとボタンを押すだけですが、 VR だとすごく新鮮に感じます。このゲームの舞台は、ロード・オブ・ザ・リングのような世界観の危険がはびこる王国のメリオラ。プレイヤーの僕は魔導士となって様々な怪物と戦い、仕掛けを解きながら王国を守る一人称視点の VR アクションアドベンチャーになっています。冒険ファンタジーのような感じでしょうか。次に覚える魔法は何かな？ここでも同じようにトリガーボタンを押しながら見本となるジェスチャーを真似していきます。左手のトリガーボタンを押しながら、手の甲を上にするイメージで、左から右へ素早く移動。どうなるんだろう。おぉ、かっこいいですね。現れたのはシールド、盾ですね。目の前にあると迫力あります。このシールドで敵からの攻撃を防いでいくんですね。ただトリガーボタンを離してしまうと、シールドは解除されてしまうようです。何回か攻撃されると割れて使えなくなりますね。そうしたら盾を左手で出して、右手で火の玉を出します。左手で守り、右手で攻撃。いや、両手使いだと少し難しく感じますね。あとは慣れでしょうけど、頭も使うと思います。目線を敵のマークの印に合わせるのも難しいな。集中して黙ってやってしまいます。よし、なんとかやっつけた。さあ、ゴブリンを倒して先を急ごう。お、近い、近い。ゴブリンが小さな敵かな。後半になると大きなトロールも出てくるようで、と言いながらあまり種族の違いがよくわかってないんですよね。後で調べないとな。結構チュートリアルは長めですね。その分丁寧に教えてくれています。基本的に空中に浮かぶような高台のところは、ワープでテレポート移動する形です。なお、ゲーム本番では、テレポート移動しないとパズルが解けないところもあるので、注意深く観察していかなければなりません。おっと、また違う魔法ですね。今度は、両手を交差する感じですね。両手のトリガーボタンを押しながら、素早く、交差。おー、氷の弓矢かな？左手のトリガーボタンを押して、弓を持ち、右手のトリガーボタンを押しながら、矢を後ろに引いて解き放つ。シャキンと音が鳴ってクリスタルが弾ける。
ジェスチャーだと本当に弓矢を撃ってる感じがしますね。他に弓を撃つようなゲームとしては、イレブンアサシン、ホロポイント、ボーマン、ニンジャレジェンズ、インデス、エーペックスコンストラクト、アングリーバーズ、ジャーニーオブザゴッズなどが同じような体験ができますかね。アングリーバーズはゴム銃のパチンコ、ジャーニーオブザゴッズはボーガンで、その他は弓矢に近いかな。参考にしてみてください。最初から使用できる魔法は以上の3つとなります。この巻き上げ機を回転させてゲートを開きましょう。おうおう、持ち上がって開いていく感じですね。なんか重く感じる。よし、開きました。これでチュートリアルは終了かな。結構長かったですね。お疲れ様でした。この後も少し覚えていくことがあるので、シンプルにゲームをやりたい方は面倒さを感じるかもしれません。でも一回覚えてしまえば、楽しさは倍増すると思います。たどり着いたところは僕の書斎のようです。物を掴むときは、ポイントしてトリガーボタンを長押しし、物を引っ張る感じです。中央に見えるのが、冒険の舞台となるメリオラの地図です。地図上には3つの彫像が置いてあり、トリガーボタンで掴んで、一番手前のスロットに置きます。ここでステージ選択をしてストーリーが楽しめるキャンペーンモードが始まります。左手のカードは難易度設定が後でできるようです。彫像の中に現れたステージのシンボルをもう一度手前のソケットに入れていきます。各彫像には3つから4つのステージがあって、合計10ステージぐらいあるようですね。ここは少し分かりにくいかな。映像が流れ、オープニングのイベントを見ながらこのダークなファンタジーの世界に入り込んでいきます。正面の位置をリセットするにはスティックボタンを中押しします。スムーズ移動で自分がぐるぐる回っていると、現実世界ではどこに行っちゃったかわからなくなる時があるんですよね。机とか壁にぶつからないように気をつけてください。まあ、ガーディアンが表示されるので大丈夫かな。宝箱がありました。ここで魔法のマークと同じ色の赤い火の玉を投げると、宝箱が開きました。出てきたのはフェイトカード。このカードは最初にカードを置く場所があったと思いますが、出てきたのは敵の HP を減少させるカードということで、難易度を低くすることができるようです。ここはイージー、ノーマル、ハードとか、単純で分かりやすい設定の方が良かったような気もしますが、いかがでしょう。まあ、細かく設定できるという点ではいいかもしれませんね。やり込み要素は増えると思います。表示されたのは、パインウッドの村を目指せ。進んでいくと、村が見えてきましたね。空は晴れ渡っていますが、すごい静か。あれれ？誰もいない。なんか魔物に襲われちゃったのかな？音声が日本語じゃないとなかなか内容が頭に入ってこないですね。文字も改行されてもう少し読みやすかったらな。ここの解説では、手の甲にプレイヤーの状態が表示されるということで、この赤い鎖みたいなマークが体力で、攻撃されてダメージを受けると、ゲージが下がっていくように黒くなっていきます。この体力が全部なくなるとゲームオーバーになります。おー、高い高い。ワープ移動で下に下がっていきます。正面には大きなゲージが見えてきました。なにこの声、すごい迫力。いや、待って、なんとかできてる。我ながら落ち着いて攻撃してますね。敵が増えてくると焦ってきます。きちんとジェスチャーを覚えておかないと、頭の中がひっちゃかめっちゃかになって、集中攻撃を浴びるという虚しさ。囲まれた時はスムーズ移動ではなくて、ワーブ移動だと素早く遠くに移動できるので便利です。最初の方はきちんとジェスチャーが出せればわりかし簡単にいけますね。いや、VR だと敵が大きいな。あとはもう少しグラフィックが良かったらな。これは続編のダークタイムスに期待したいところです。よし、移動しながら攻撃にチャレンジ。左トリガーボタンで防御。右手トリガーボタンで攻撃。左スティックでスムーズ移動。体を回して向きを移動。本当にリアルの世界に飛び込んだようなファンタジーですね。何気にパズルゲームのように頭を使います。あの大きいのがトロールかな。最初コツをつかむまでは火の玉を出すのも少し難しいのですが、バンバン出せるようになってくるとすごく爽快になってきます。スムーズに倒せるようになるとすごく気持ちがいいですね。やっつけた。あと、使える魔法は全部で6種類あって、スタート時は火の玉、盾、弓矢の3種類でしたが、ステージをある程度進んでいくごとに、新しい魔法を覚えていくことができます。どの魔法を使えば早く倒せるのか、いろいろ試しながら攻撃していきましょう。おっと、閉じ込められた？どうしましょう？ん？どうするのかな？階段は封印されている。他に降りられるところは見当たらない。ここは謎解きかな。あそこが怪しいな。この氷を撃てばいいのかな。いや違う、先に見えるあの鎖かな。よし、正解。やっと。これで降りられるってことですよね。で、違ったらショック。落ちたけど何か見逃した。失敗？ん？大丈夫かな？
Well, I can't say it didn't work. あ、大丈夫みたいですね。下に降りていきましょう。あ、深いですね。どんどん地下へ行くのかな。ワープ移動も慣れてきましたね。妖精のかけら？これを3つ吸収すれば魔力が高まると書いてありますね。そうそう、魔法はパワーアップすることもできるので、そこは後ほど見ていきたいと思います。見えてきたのは光り輝く砂時計。ここで体力となる HP を回復することができるんですね。もし手の甲が HP でいっぱいだった場合は、ポイントが付与されるようです。一応ステージをクリアすると、スコアが表示されて、世界のプレイヤーのランキングが表示されました。どんどん行きますか。大きな橋が見えてきましたね。あ、いきなり来るんだよな。よし。よし。投げて投げて。遠くからの攻撃だと比較的楽に倒せると思います。画面上だとなかなか伝わりにくいのですが、ボタンを押して倒すテレビゲームよりも体を動かすことができるので、程よい運動になりますね。よし、回し回し回して。時空の亀裂が少し不安定？ん？どういうことだろう？あ、また来た。うわ、びっくりした。危ない、近い近い近い。ワープ移動、ワープ移動で回避。よし、火の玉攻撃。よし、よしよし、いける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 。よしよし。お、近い近い。おっきいおっきい。よーし。うん、なんとかスムーズにいけそうな気がしてきました。壁は火の玉攻撃で崩れましたね。チェックポイントに到着。ゲームオーバーになった時はこっから再開かな。あ、ドラゴン、ドラゴン、おっきいな。あれ、当たらない？おー、声が。え？味方なの？本当？あ、僕のことなんか気にしてないってことか。後半になると何かに関わってくるのかな。よし。壁を壊すのもいいですね。なんかストレス解消になります。高台に移動してって。わーお、下から来た。水の中から来た。何何？このような開けた場所で攻撃を受けないと、期待すること自体が楽観的すぎた。何言っちゃってんの、もう敵がいっぱいじゃん。よし、投げて投げて。よし。あれ？あれ結構簡単に終わりましたね。あそこの大きなクリスタルを破壊せよ。これでクリアかな？うわー、違った。このナレーション嘘つきだな。敵の注意を引きつけてしまったなって何？うわ、パンチ早っ。焦ってた。あ、出た、盾。よし、ここは落ち着いて。そう、大丈夫、大丈夫。回り込んでいけばいいんですね。あれ、なんか上から飛んできたぞ。よし、倒した。で、おーい。横から来た。見えない、見えない。あ、鬼の金棒。いや、鬼に金棒。あ、混乱中。しかもやっと出ましたって何？うわ、上から攻撃してる。弓矢かな。とすると盾は外して、と思ったら攻撃された。バランス難しい。横に動きながら攻撃すれば一番いいのかな。あれ？やっつけた？あ、まだか。よし。もう一回弓矢かな。あれ結構来るな。ちょっと集中。うん、これでクリアかな。よくやったなと褒められてますね。高台に登ってと。ん？これは村人の声かな？声が聞こえますね。これで村に平和が戻ったっていうことでしょうか。ステージ1の1をクリアして、新たな呪文を習得していきます。今度はどんな魔法だろう。両手のトリガーボタンを長押しして、前にギュッと突き出す感じですかね。おっと、ビリビリ、雷ビームみたいな感じかな。ビリビリ鳴ってトリガーボタンを離すと、雷が発射されて、全体を攻撃していく感じですね。これは攻撃力がちょっと少ないような気がしますけど、どうなんだろう。ここで下を見ていくと、1,2,3,4,5,6 種類の魔法があるのがわかります。あと残りは2種類ですね。歓迎の品を用意した？書斎の左手の方に行ってみます。
ここで魔法をアップグレードできるんですね。画面上では火の玉の経験値を上げています。で、書斎の右側の方に行くと魔法の水みたいなところがあって、ここに並んでいる球体を入れると手のデザインの色を変更することができました。いろいろな色の球体はところどころ隠されていて、コレクター要素があります。カードを選択して難易度を上げたり下げたりと調整していきます。これでだいたいチュートリアルを含めてゲーム全体の流れがわかる感じです。よーく最初は説明を読んでいかないと中途半端な遊び方になってしまいそうです。なのでゲーム初心者ではなく中級者以上向きでしょうかね。ということで少し休憩。あー、寒い寒い寒く感じる。この望遠鏡は見えないか。それでは2つ目のステージに行ってみたいと思います。もう一度魔法を復習しておきたいと思います。よし、これで使いこなせるぞ。今回のステージはだいぶ地下深く潜っていくようです。ああ、敵の石像が攻撃してきた。そんな時は素早く盾で回避。降りろ。はい、降りていきます。どうやら床の緑色がボタンになっているようですね。まあ、ここはダンジョンゲームみたいな迷宮の雰囲気に。わお、隙間からゴブリン火の玉攻撃。あとなんかいっぱい来る。アチョ、あ、なんでアチョなんだ。熱そうだからアチョになっちゃった。アチョシチュー。よしわ。よし、どうだ。よし、これが最後かな。あれ、よし、なんとかいけましたね。次は生き延びろ。どういうことだ。ナレーションは溶岩ごっこで遊んだ覚えはないか。なんだかわかるのが少し熱くなってきたよって。熱いよ、した。ということで熱くなる床は、僕が燃えないようにワープ移動で飛び移りながら攻撃していきます。あ、熱い熱い、火が出てる。熱い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 、まずい、死んじゃう。はぁ、なんとか、なんとかいけましたね。あ、汗かいてます。次はまた降りろか。魔法使いの王が眠る墓場に足を踏み入れてしまったのか。強大な力を持つ者はやすやすと安らかな眠りなどつくものではない。って、あなたが降りろって言ったんじゃない。でもこのナレーションふざけた感じでなぜか憎めません。それにしてもだいぶ深いですね。あ、上を見上げると、あんな高いところから来たのか。階段をぐるぐる降りるときは、スティックで方向を変えるのではなく、自分が動いた方が気持ちいいですね。この四角いのがボタンですね。緑マークのところで、この四角か。ん？そう、緑マークの四角に乗って違うところの位置にワープすれば扉を開けることができました。これは何気に気がつかない。この先がボス戦かなんかかな。なんか広いところに来ましたね。チェックポイントです。この弾を発射する石像はあらかじめやっつけといた方がいいですね。手上に石像がいっぱい並んでる。あと体力を回復する砂時計を取っとくの忘れました。よし、今まで習得した魔法の集大成だ。
めちゃくちゃ集中した。危ない。あそこ、あそこか。あそこに行けばいいんだな。その前になぜか砂時計を取りました。危なかった。体力ギリギリ。これでステージ1の2がクリアですね。また新しい魔法を習得することができそうです。次は両手のトリガーボタンを押しながら上下に動かし、半円を描くようにすると紫色の小さなクリスタルが現れて、円を描くようにタッチすると魔力弾が撃てます。これで一度に多くの敵を攻撃することができるんですね。これは昔懐かしい弾けるキャンディドンパッチを思い出しました。今だと分かりやすいのが31のポッピングシャワーの弾けるアイスクリームです。これは分かる人にしか分からないですね。あのキャンディも初めて食べた時はびっくりしましたね。って一体何の話をしてるんだろう。すいません。この魔法は覚えるのが結構難しいです。それでは3ステージ目に行ってみましょう。これはきっと罠だ。またですか。なんか話してるぞ。なんだ貴様、何してる。止めるのだ。何者かは知らんが手遅れだ。誰も私を止めることはできん。これが最終ボスかな。え、巨人でか。いかがでしたでしょうか。ここまでで全体の3分の1ぐらいのボリュームですかね。ジェスチャーで魔法を操り攻撃するザ・ウィザーズ、体を動かすアクションアドベンチャーが好きな方ならおすすめなゲームです。もし直感的な操作方法にご興味があればぜひチャレンジしてみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、また熱い熱い熱い。このボス戦難しいな。あ、負けそう。あー、痛い痛い痛い。あ、ちょっと綺麗に動かないとダメだな。あ、負けた。